皆さんこんこにちはピレディスター小澤です今回は珍しくプレミアリーグ頂上決戦ありましたので少し遅くなりましたけれどもプレミアリーグ第33節のマンチェスター・シティとアーセナルの一戦パルティ・ダスと素晴らしい試合でしたのでそちらの試合について、まあ、CL 準決勝マドリーが マンチェスターシティと対戦しますので、まあ、マンチェスターシティのスカウティングも含めてお話ししたいと思います結果は4対1マンチェスターシティの大勝解消となりましたこの結果を受けて首位アーセナルとマンチェスターシティとの勝ち点32に詰まりまして2試合未勝化の試合がありますので、まあ、マンチェスターシティがまあプレミアリーグ優勝に向けては大きな、えー、一歩前進となったんじゃないかなと思いますし マンチェスターシティ、まあシーズンの途中で言うとアーセナルの独走を許して、なかなかプレミアリーグ今季優勝は難しいかなという流れの中で、しっかりと、えー、自分たちの手で勝利で、優勝に向けて流れをつかんだ試合じゃないかなというふうに思います。当然ながらスペインのメディアでもこの一戦非常に注目が集まっていました。まあマルカでもアスでも、まあ、試合翌日にはこれぐらい大きく紙面を割いて、まあ特にマンチェスターシティで言うと、 まあ本当にハーランド、それからデブライネ、ほぼ2トップと言っていい形だったと思いますけれども、4 3 3でサイドを使うことなく、中央で2人で無事抜けるんであれば、効果的に中央から攻めてゴールを奪っていきましょうというような、本当にそれがサッカーの本質だと思いますけれども、よりバーティカルで縦に力強いマンチェスター・シティが、ーセダルの守備、特に中央のセンターバックのところ、ホールディングもガブリエルも非常に手こずったんじゃないかなと思いますけれども、守護神、ラブズデールがあれだけ止めていなければ、もっと点数 ただ、差が開いた試合だったかと思いますけれども、まあ、それにしてもマンチェスター・シティの、えー、この2人はすごいなという力強さ、凄まじさ、決定力の高さを見せつけた試合じゃないかなというふうに思います。 まあ試合のデータ、スタッツを振り返っても、まあ、アーセナル、えー、ある程度前線からハイプレスはセットするような陣形にはしてましたけれども、まあ、それほど強度高くハイプレス、ハイラインでいけなかったと結果的にはそういう形だと思います、まあ、ハイプレスで行こうとしたけれども、まあ、結構ロングフィード一発でひっくり返されて、まあ、実際に早い時間に先制を食らいましたので、まあ、特に前半の戦い方はアーセナル難しかったんじゃないかなと、まあ、思いますけれども、まあ、後半のスタートのところは仕切り直しで再びハイプレス、ハイラインで行こうという形が見えましたが がまあ、やっぱりいい、まあ、ゴールキック一発から、えー、ハーランドが、まあ、何の攻撃の作り込みもなく、まあ、ゴールキーパーとの1対1を作ってしまうということで、まあ、どうしてもああいうハーランドみたいな強力な強烈なフォワードがいるとなかなかハイラインで、えー、設定するのもアーセナルとしては難しかったと思いますし、まあ、これは当然ながら、えー、CL で戦うことになる間取りもそうだと思いますけれども。 まあ本当に相手のライン設定であったり、まあどこまでも相手の出方を伺いながら、まあそれをね、しっかりと、えー、どういう形であれひっくり返すことができるマンチェスターシティの、まあ多彩な戦術フットボール、それから試合巧者ぶりが出た試合かと思いますので、まあこの試合に関してはアーセナルが物足りないうんぬん、まあアーセナルを守護には語れないかなと、まあそれぐらいマンチェスターシティが素晴らしかった解消だったんじゃないかなというふうに思いますので、まあ戦術的なポイントも見どころたくさんありましたので、えー、少し戦術ボードで解説をしていきましょう。 はい。まあ、両チームともに、まあ、システムで言うと一見433には見えると思いますけれども、まあ、可変で特に非保持守備のプレッシングのところでは形変えて、えー、まあ、しっかりとセンターバックに当てていくような、まあ、プレッシングをね、配置を取ってましたので、まあ、まずは、えー、マンチェスターシティのボール保持に対する、えー、アーセナルの非保持のところでの噛み合わせ紹介したいと思いますけれども、 えー、ルベンディアス・ストーンズの2センターバックに対してアーセナル・ジェズスが左側、まあ腕ゴールが前に出る形でファーストラインを形成して、まあロドリがその時に浮いてきますので、まあジャカもそこで、えー、思い切ってロドリにつかせるというような、まあマンチェスターシティのディフェンスライン4枚プラスロドリのところには、まあしっかりとアーセナル・マンツーマンで、まあ前線4枚プラスジャカで、えー、しっかりと組み込んでいきましたので、まあそこに対してマンチェスターシティは当然ながらギュンドアンがロドリと、えー、同じようなラインで、まあサポートに入りますので、まあそこで浮いて くるような場面があるときにはしっかりとトーマスもここもマンツーマンで捕まえに行きましたのでまあそうなった時には見ての通りまあ、ハーランのデブライネ2トップ編成でまあ、ここでねもう同数になりますので、まあ、アーセナルとしてはオルコートマンツーマンプレスも厭わない アグレッシブなハイプレスを、まあ、序盤から仕掛けていこうというような、えー、スタートには見えましたけれども、まあそういう序盤の中での先制点が、まあ、非常に互いにとってプラスマイナス大きく、えー、出たなというような先制点でした。まあ、あのシーンはルベンディエスが、まあ、プレッシングを受けてましたので腕ゴールから、まあ、エデルソンに戻して腕ゴールそのままの形でプレッシングをかけて2、まあ、センター開いたところで、 えー、ストーンズに出して、まあ、ちょっとジェルスがもう少し早いタイミングでストーンズを抑えていると、まあ,あのロングフィードなかったのかなと思いますけれども、まあ、そうは言っても腕ゴールそのまま、えー、2同位3同位でストーンズにもプレッシャーかけてましたので、 えーまあ、そうなった時に、もう、ストーンズとしては、まあ、なかなか近い距離ウォーカーも掴まれてましたので、大きく蹴るしかなかったということで、まあ、ハーランドに入りますと。まあ、ハーランドに入ったところで、あそこでね、やっぱり今日この試合で言うと、まあ、ことごとくロングボールを、まあ、フリックしたりするんではなくて、もう収めてしまって、まあ、攻撃の起点、カウンターの起点を作って、そのままひっくり返してしまうというところの、 まあどうしてもハーランドの場合は決定力の高さがね、評価されがちですけれども、まあそこで収めて攻撃の起点としてスイッチを入れてしまうところが、まあ彼の 凄さかなというふうに見てましたけれども、まあ、ただそこのタイミングで、えー、ロングフィードがあった瞬間に、まあ、ハーランドであれば収めてくれるだろうということで、まあ、デブライネが、まあ、このね、トーマスの裏のところをスルスルっと取ったところが、まあ、あの動きも非常に良かったですよね。まあ、そこで言うと状況認知から素早く動いたデブライネに対して遅れを取ったトーマスのところはちょっと差があったかなと。まあ、この試合強いて言うならアーセナル。 えまあデブライネにあれだけえ背後を取られたトーマスのところのまあポジショニング自体は悪くないと思うんですけれども、デブライネ動いてくるぞと、ハーランドと近い距離でまあ中央突破仕掛けてくるぞというところでの えー、トーマスの素早いポジション修正が、まあやっぱり状況認知の判断で言うと、まあデブライネと比較になるので、まあどうしてもトーマス遅れを取るんですけれども、えー、ちょっとその辺が足りなかったかなと思いますので、まあその後はもうデブライネのドブリブルのコース取りを褒めるしかないんですけれども、えー、まあこちら側に行くと見せかけてのね、えー、右に持っていってニアぶち抜きのシュートでしたので、まああれでロングボール一発で言ったら、 ひっくり返されてシュートを決められてしまうというところで、まあ、ちょっとアーセナルとしても手の打ちようがなかったと思いますし、心理的なダメージはあの時間帯ですので、まあ、しかもロングフィード、自分たちが追い込んでロングフィードを蹴らして、意図的に蹴らしたところを逆にひっくり返されての失点ですから、アーセナルにとっては非常に ダメージ、打撃の多い失点でしたし、まあ、マンチェスターシティからするとしてやったりの得点だったんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、試合を通してマンチェスターシティが、まあ、グランダーで足元で、まあ、うまくね、こう、レイオフ使いながら全身全身作るみたいな、 状況、シチュエーションはそれほど多くなかったんですが、ま、後半に入ったところの、ま、50分ですかね。ま、前進のところで、ま、レイオフ何回続きましたかね。ま、3回か4回、ま、アーセナルのプレッシングラインを見事に超えていったシーンは、ま、本当に見事でしたので、ま、こういうことも当然ながらマンチェスターシティなんでできるんですけれども、ま、この試合に関して言うと、どちらかというと、ロングフィード一発ハーランド収めてからのデブライネとの2枚でのカウンターでね、ま、それで効果的に得点を取っていったんですけれども、ま、ちょっと50分の後半のところの、 えー、レイオフの前進の仕方を紹介したいなと思います、まあ。あのシーンは序盤で紹介したように、ウデゴールが、まあ、ファーストラインに入っていく形ではなくて、サカが、まあ、ルベンディアスのところまで入っての、まあ、配置で、まあ、ジェズスとサカが、まあ、ストーンズ・ディアスに対して生体を作っているような状況でしたので、まあ、そのタイミングで、まあ、間のゲートに入ってきたロドリにパスを出したときに、まあ、にそこはジャカが、えー、うまく入っていって、 で、まあ、同数プレスをかけましたので、マ、まあ、エデルソンに戻しましたというところで、そのままジャカが、えー、キーパーに対してプレッシングをかけましたので、まあ、しかもちゃんとね、ロドリのパスコースは消しながら行っていたんですけれども、まあ、そこに対して少し動くだけで、ギュンドアンが顔を出すだけで、トントンと、まあ、一度、まあ、レイオフが入って、まあ、入った瞬間に続いて、ロドリがまたワンタッチでハーランドに、まあ、これはね、敵陣に入ってますけれども、ちょっとこの戦術ボードのスペースの関係で、えー、敵陣に入ってますけれども、まあ、自陣内でしたが、まあ。 しっかりとハーランドが、まあ、そこでもワンタッチで、えー、顔を出した前向きを作ったギュンドアンに再び2度目のレイオフを使って出したと。まあ、ただそこでウデゴールがしっかりとね、プレスバック素早くしたのでギュンドアンも少し、えー、保持を、えー、選んで、まあ、アカンジに出すんですけれども、まあ、そこに対してアーセナルもベン・ホワイトウデゴールが、えー、ボールに対して密集を作って囲い込みに行くんですが、まあ、見たび、えー、ね、こうスル,スルっと上がっていったロドリに対してアカンジがまた、えー、ワンタッチで ーゲートを通して、ロドリに縦パスを差し込んで、またロドリがまたワンタッチでギュンドワンにレイオフということで、ま、これでも、3度レイオフが続いてますので、ま、一気に状況を打開して、ギュンドワンからすると、ま、視界良好で、アーセナルもしっかり戻しましたので、ま、そこで、一発で裏返してのカウンターには繋がりませんでしたが、ま、本当に見事な、マンチェスターシティの保持から、ま、自陣のところからです。そのキーパーのところからレイオフ3回で、 えー、アーセナルのプレッシングを見事に回避をして、えー、一気に、ね、こう攻撃、敵陣に侵入したような前進の、えー、シーンでした、はいまあ、こういう強烈な、まあ、特に中央で2人でハーランドとデブライニ二2人だけで崩して点が取れるマンチェスター・シティですから、まあ、当然、マドリーとしてはまず中央を締めながら、まあ、なんとかサイドに、ね、ボールを散らすような、えー、誘導して、まあ、クロス対応していくしかないと思うんですけれども、まあ、特にベルナベウの、えー、ファーストレグはミリトンが出動停止ですから、まあ、プラスアラバも まあ間に合うかどうかギリギリのタイミングだと思いますので、まあ、リュディガーがまずはしっかりハーランドと対峙をしてそこでまあねカウンターの起点を作らせない収めさせないというところで、まあ、とにかくタイトにハードに当たっていくと、まあ、プラスもう1枚のセンターバック、まあ、アラバが出れればアラバ、まあ、出れなければナチョになるかと思いますけれども、まあ、しっかりとハーランドにねひっくり返されてそのまま持っていかれるようなカウンターを気をつけるまずはカバーリングをしっかりそのカバーリングのポジションを取るということを優先して、まあ、ただ えー、その周辺にデブライネもね、えー、ふらついてきますので、デブライネもしっかりと、まあ、ピボーテとともに、1枚余るセンターバックが見ながらというところで、まあ、そうなると、マドリとしては、やっぱりこの試合に向けては、マンチェスターシティ相手に、ピボーテクロースの起用はないだろうなと思いますので、まあ、カマビンガかチュアメニが入ってくるかと思いますけれど、とにかく、まあね、ハーセナルのトーマスのように、背後に入ってくるデブライネをしっかり警戒すると、まあ、そこで、えー、状況認知の、まあ、スピードでいうと、えーまあ、フィジカル的な優位性を持つ選手たちだけに、 トーマスのように遅れる場面があるんじゃないかなと思いますので心配ですけれどもまあこのアーセナル戦ではマンチェスターシティまあサイドでねまあ左グリーリッシュ右のベルナード・シルバー使うことなくまあ中央で簡単に決定機作られてましたのでまあどちらかというと右はベルナード・シルバーが中盤に入ってくるような形でカイロウーカーもあまり上がりませんでしたのでまあ左右で言うと左の方が攻撃はね多かったですけれどもまあグリーリッシュに対しての えー、ハースペースギュンドンも入ってきますしハーランドも入ってきますしデブラインも入ってくるということで、まあ、外と内の、えー、レーンの使い分けは非常に巧みでうまいなというところが改めてこの試合でも。 再確認できましたし、まあ、あとはマンチェスター・シー何よりアーセナルに、ね、ひっくり返されるようなカウンターをほぼ作らせなかったという意味でも本当に撤退リトリートのスピードスプリントが速いですし、まあ、その中でも左サイドグリーリッシュなんかは抜群に良かったなと、まあ、これだけオフザボールのスプリントそれから能力が上がってくると、まあ、当然ながら保持のところでも違いを生み出せる選手ですので。 え左サイドのグリーリッシュ今はグアリデロ監督も外せないんじゃないかなと思いますし、まあ、この試合はアケが、えー、欠場した中でンジ、まあ、を左サイドバックで使いましたし、まあ、ビルドアップのところもほぼフォーバック維持のスタティックな形でしたので、まあ、相手が引いてくれば当然ながら、まあ、右か左かどちらか えね、サイドバックを上げながら、あるいはサイドバックをね、ヘニセサイドバック化させながら3枚ビルドアップしてくると思いますけれども、まあ、本当に戦術的なバリエーションの多いチームですので、まあ、間取りの出方、それからね、設定、配置を見ながら、しっかりと柔軟にマンチェスターシティ戦い方を、ハウェイベルナウェイであっても変えてくると思いますので、まあ、非常に厄介だなと、改めて思うマンチェスターシティの強さ、戦術的なバリエーションの多さでした。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。プロ